東京市公会堂。後の日比谷公会堂日比谷公会堂は、東京都千代田区の日比谷公園の中にある公会堂で、多目的ホールとしても使用される。現在は長期休館中。東京市長でもあり、中立な姿勢のための調査機関の必要性を訴えていた、後藤新平の市長に、安田善次郎が共鳴。当時としては巨額の350万円の寄付を得て、 東京市政調査会及びそれに併設する公会堂として計画された。建物は指名設計協議で一等となった佐藤孝一の設計になるもので1929年に竣工した。現在も同建物内に公益財団法人後藤安田記念東京都市研究所がある。ちなみに会場式で新聞を破いた音が参加者全員に聞こえたという。 関東大震災の教訓から地盤は2000本をコスすツ材で固められている。かつて東京では事実上唯一のコンサートホールとして、プロフェッショナルのオーケストラの演奏会やリサイタルなども多く開かれたが、東京文化会館を皮切りに NHK ホール、昭和女子大学、瞳記念行動、サントリーホール、オーチャードホール、東京芸術劇場といった、 コンサート専用ホールやコンサートに使用可能な多目的ホールが整備されるに従い、コンサートホールとしての地位は低下していく。講演会、イベントなど音楽会以外の利用が増え、クラシック音楽の演奏会はほとんど開催されなくなった。なお、1975年のバイエルン放送公共楽団来日公演では、指揮者のラファエル・クーベリックが、日比谷公会堂の音響に問題があるとして、 プログラムを変更する事件が起こっている。この状況を憂う文化人が最高を提唱し、2007年秋、井上道義式によるドミートリー・ショスタコービチの公共局全局演奏会、日露友好、ショスタコービチ公共局全局演奏プロジェクト2007が開催された。戦前から政治演説会や国民大会が数多く行われた場所でもある。自由民主党は、 この日比谷公会堂で総裁公選を執行するための臨時党大会を何度も開いている。1960年10月12日の浅沼稲次郎暗殺事件は、この日比谷公会堂における立ち会い演説会での出来事である。管理運営は2006年4月1日より日比谷野外音楽堂と共に東京都の指定管理者である民間企業グループにより行われている。 2014年12月25日、日比谷公会堂を管理する東京都が、施設の老朽化及び耐震化を理由とした大規模改修工事を実施するため、2016年から改修工事終了まで施設の使用を休止すると発表した。東京都千代田区日比谷公園1-3。ありがとうございます。